ですけど。逆さずりで苦しんでる。ちょっと考えをね、正さなきゃいけないっていう時が来ましたね。ね、皆様こんにちは、三越伊勢丹の林でございます。林です。伊勢丹に行ってみて聞いてみて第2回目でございます。この番組は毎回お買い物にまつわるさまざまなテーマに対して伊勢丹のスペシャリストをお呼びし解決していくスタイルでお送りさせていただきます。小林さん、ついに2回目を迎えましたね。はい、緊張の1回目をやっと終えて、はい、今回は2回目ですからスムーズに我々も舌が回るんじゃないですか。回りましたね。ちょっと回ってきた。回ってきました。よかった。いけます、いけます。ということでですね、はい、いきなり本題に行きますけども、はい、今年もね、夏はなんか暑そうな感じがしますけども、いやもう暑い、暑い暑い、ね、ちょっとスタジオ内もすごく暑くなってますけど、暑いといえば夏休み、小林さん夏休みどうされるんですか。夏休みはお盆の時とかに撮ろうかななんて思ってます、うん、あ、お盆に撮るの。はい。あら、それまたなんだ、混んでる時に夏って感じじゃないですか。もしかするとご先祖様の供養をするためにお盆に撮る、そういうことじゃないですか。それもあるかもしれない。なんか今ちょっとした間がたまんなかったですけど。ありました。ありましたね。あ、先生。ということでですね、はい、今日はお盆についていろいろと研究してみたいなと思うんですけども、意外と知ってそうで知らないことって多いんじゃないかと思うんですよね。そうだと思います。特に小林さんの世代の方、お盆は夏休みというふうに先ほどもおっしゃってましたけども、思っている方多いかと思います、はい、夏休みではあるけれども、うん、夏休みだけではないっていうしきたりだったり世の中の流れだったり、そういうことをちょっと今日ね勉強したいなというふうに思います、はい。ということで今回はお盆について特集いたします。相談に乗っていただけるのは三越伊勢丹でギフトのコールセンターを担当してます谷山さんです。お願いします。ギフトコールセンター谷山です。よろしくお願いいたします。谷山さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日も癒し系でね。癒し系ね、はい、お盆なんですけども、小林さんの世代だと夏休みって思ってる方が多いみたいな。思いますよね。そうですね。そうなんですか。あれ、そうだ、ならないんじゃない今日。そんなことないです。お盆だと小林さんのようにお休みで遊びに行くだったりとかのお気持ちの方が多いとは思うんですけど、例えばご実家に帰省される時もあるかと思うんですが、遊びだけじゃなくてちょっと怖い意味合いもお盆には含まれているんですよ。来ましたよ。夏休みだから怖い話です。怖い話、うん、じゃあちょっと聞いてみましょうか、うん、教えてください、はい、お盆はサンスクリット語のウランバナというものを音訳したもので、意味合いとしては地獄や餓鬼道に落ちて逆さづりにされて苦しんでいるという意味合いになるんです。めっちゃ怖いんですけど。逆さづりで苦しんでる、怖い話ですね。そうなんです。お盆にはそういったもともとの意味があって、ね、ただそういう方々を供養したことで救われたということから、うん、現代では先祖様を浄土からこちらに迎えて供養して感謝をする行事となっております。夏休みじゃないですよ。ちょっと考えをね、正さなきゃいけないっていう時が来ましたね。ね、でも谷山さんですね、お盆って日本中でいろいろタイミングが違うような気がするんですよ、うんうんうん、私が関東としましょうか、家内が関西だとしましょうか、うん、なんかね、タイミングがちょっとずれてるような感じがするんですけど、うん、これは生まれてるんですかね。そうですね、時期が3種類ほどございまして、うん、関東首都圏だと7月13日から16日、うん、関東そんな早いんですか。早いですね、もう間もなくですね。あとは8月13日から16日の月遅れのお盆、こちらが結構地方ですとか地域では多いものとなっておりますね、うん、私もここら辺夏休みにしようと思って。ただの夏休み。すぐ夏休み。ただの夏休み。でもやっぱりそこが一般的じゃないですか。うん、なんかテレビの、ね、ニュース見てても、大体その8月のその13、16ぐらいのお盆のところで、今新幹線の 100% 乗車しましたとかやってますもんね。うん、盛り上がりますよ、ね、夏が、うん。あとは沖縄ですとか、奄美地方で旧暦のお盆がありまして、旧盆というのですが、こちらは毎年日にちが変わるもので、今年で言うと8月28日から30日が旧盆と言われるものであります。ばらけてるんですね、やっぱ地方。ね、なんとなくそれ知ってはいましたけども、うん、具体的な日付を聞くと意外に離れてるなみたいな。そうですよね。8月13から16のところが多分皆さん、うん、日本で一般的が多いかなと思うんで、うん、そこら辺がちょっとポイントになっちゃうかもしれませんけれども、はい、帰省するっていうのがやっぱり盆の一大行事みたいなことに今なってますけど、うん、お盆で帰省してみんなで集まってご飯食べるってそういう意味なんですか。お盆では行う内容とすると、うん、13日に迎え火を焚いてご先祖様の霊をご自宅に迎えます。14日か15日に僧侶の方を呼んで読経をしていただく、うん、16日には送り火を焚いてご先祖様の霊を送り出すような形にはなるんですけれども、うん、本来ですとこういったことをされるのが一般的ではありますね、うん、なるほど。本当はそういう風にしなきゃいけないね、そこに親戚だとかがみんな集まってくるからちょっとお祭り的な騒ぎになっちゃったり、楽しくなっちゃうんですよね、うん、そういう方がね、うん、帰省の時ってでもなんか持ってくんでしょ、はい、うん、いつも考えちゃいますよね。何を考えますよね、伊勢丹だから、ね、美味しいもの買ってかなきゃとかね、考えちゃいますよね。何を持ってくるんですか。
特にその決まりというのはないんですけれども、うん、帰省の手土産の相場で言うとだいたい2000円から5000円程度。そんなもんなんですか？リーズナブル。第1話では見せちゃっていいよって言われましたけどね、うんうん、今回はある程度金額が決まってるんですか？あまり高額でなくてもお手土産としては良いとされております。伊勢丹で買うとしたらどんなものがいいですか？何がいいですかね。帰省の手土産とお供えのお品物を別々にされる方もいるかと思うんですけど、帰省されてお供えだったりお手土産は一度仏様にお召し上がりをいただいた後お下がりとして私どもが召し上がると思うので、個包装になって日持ちがするようなお菓子が良いとされております。どれぐらい置いとくですか？そうですね、お盆が終わってから召し上がっていただくようになるので13日から16日以上日持ちがするものでご用意されると良いかなと思います。もしかしたらタイミングによっては帰省中に食べれないこともあるかもしれないってことですね。もう自分たちは帰り元に戻って帰りますってなったらおばあちゃんも食べてってみたいな、そういうことですね、うん、なるほどなるほど。ということで、お盆のことも、ね、いろいろお伺いしましたけども、はい、今日のこの5分10分でお盆のこと全て分かんないと思いますよ。いやまだまだね、分からないことあると思いますよ、うん、どうしましょう、そういう時は。お分かりにならないことなど出てきた時はまずはホームページをチェックしていただければと思います、うん、これ三越伊勢丹のホームページね。はい、三越伊勢丹のホームページです。概要欄に URL を載せておきますのでそちらからご確認ください。そこをこうチェックしますけども、はい、マニアックな質問もあるかもしれないですよね。そうですね、例えば、ま、ね、お子様にあげるにはどうすればいいんだとかね、うんうんうん、なんかいろんなこと聞きたくなる場合があるかもしれないんですよ、はい、そういう時は電話してもいいんですかね？はい、ホームページに電話番号も記載しておりますのでそちらの電話番号にお電話ください。そうすると谷山さんが出てくださる指名とかはできない。あ、言われちゃったさ、うん、指名とかできないですねそうです、今回もご指名はダメなんですか？ございません。谷山さんのせっかく親しくなったらダメです。はい、ダメ。ダメ？はい、ダメだって。はい、わかりました、はい、まあ、でも皆さんスペシャリストの方だから、うん、谷山さん以外の方もみんな同じようにねきちんと知識を持ってらっしゃる方が多いわけですよね。そうですね、大丈夫ですので。はい、よかった。この時はね、ちょっと電話をしてみたいというふうに思います。谷山さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、本日はお盆についていろいろと教えていただきましたけども、小林さん、参考になりました？参考になりましたね。やっぱり地方でそんなに時期に違いがあるなんて知らなかったのですごい参考になりました、うん、意外とですね、うん、期間がばらけてるっていうのはよく情報で入りますけども、はい、こんな極端に分かれてるって実は恥ずかしながら私も存じ上げなかったですね、うんうん、ということでですね、はい、お盆についてまたこれからもいろいろと研究してまいりたいと思いますけど、はい、どうするんですか、私の。いや、お盆についてね、怖い話を含めながらね、すごく参考になったので、うん、ぜひって思ったんですけど、やっぱり軽井沢には行こうと思って。軽井沢行くんですか？はい。軽井沢が帰省先なんですか？いや、夏休みバケーションの場所です。全然分かってないんじゃないいや、そんなことない。そんなことない。そんなことない。お盆はお盆でちょっと頭の片隅入れつつ、やっぱりちょっと軽井沢ね、エンジョイ。それも大切です。大切です、ね、ご先祖様を思う気持ちも大切だし、あとね、ご自分のねリフレッシュという面でも大切だと思います。皆様も夏休みね、どうぞお気をつけて帰省をされていただきたいと思います。楽しくお過ごしください。それでは伊勢丹に行ってみて、聞いてみて。それではまた次回、失礼いたします。ありがとうございます。